オトラント城は、イタリアのプッテダシューレッチェ県、オトラント市にある城。城の名は、歴史上初のゴシック小説、オトラント城期間のタイトルとしても使われている。概略図。緑色は、城本体と外壁の間の号。このため、大々色の橋を通らない時打ちに入れない。城壁内古代から東方に向かう、際の重要拠点である、オトラント市には、 古くから、堅固な城が築かれ、何世紀にもわたって、その支配者は交代してきた。東ローマ帝国とノルマン人の戦いによって1067年に受けた、後為戦で、城は大きく損傷した。そこで、数年後、支配者となったプリラ・カラブリア公のロベルトイル、グイスカルドの命令によって修復され、強化された。1228年には新生ローマ皇帝。 フリードリヒ二世によって城は改築された。その際に気づかれた北東部に向けて突き出すように槍状の鋭い保りと城壁とが元々存在してた円筒形の塔を半ば飲み込むようにしている跡がはっきりと見える。基礎部を詳しく見れば元々は城は四角形の中心部を持ち四隅には円筒形の塔を配置するという設計だったことがわかる。 南イタリア全域がオスマン帝国の攻撃対象となった1480年のオトラントの戦いの後、城は再建される必要があった。これはカラブリア港アルフォンソとボルテールによるオペラブッファオトラント男爵に影響を与えた。カルロシュタージ、オートロントネルモンド、ダル・カステロディ、ボルポール・アルバロネディ、 ボルテア SBN978 から8831964067ありがとうございます。